はい、こんにちは。釣り役の石川です。釣り役の野口です。清水です。はい、2021年もう残すところあと少しということで、恒例の2021年買ってよかった釣り具を、まあ、紹介していただこうかなと。釣りハック編集部、あとはまっちゃんとか山根さんとか直人君のレギュラーメンバーと続いていきますんで、できれば全部見ていただければと思います。というわけなんで、今回ご紹介いただくのは、編集長野口およびシミケンというところでございます。私また他の動画でですねやっていきますので、じゃあ見ていただければと思います。いけるんか、いったら何からいくんじゃ。めっちゃ絡まっとるやん。今年なんか勝ってよかったのを学ぼうと思ったんやけど、でよかったなっていう熱意のものがなくって、うん、なるほど。どれも期待通りの良さやったんで、はい、よく釣ったなっていう、なるほど、そんな基準でちょっと、はい、よく釣ったルアーを持ってきました。はい、一発目が、はい、どうぞ。鉄板、はい、ちょっと長いやつ、はい、みんな青物を狙うときに使うような長い鉄板やけど、はい、その名が、うん、アズーロの、うん、鉄腕メタルバイブレーション青物スペシャル 42g。 長いな。知らないよ、この人は。うん、初めて知らない。知らない。知らない。けど、そう知らない。知らなくて、そう、当然。っていうのも、これ、関西のフィッシングマックスっていうスイングがある関西があるんだけど、そこが、まあ、オリジナルで出してるルアー、だからフィッシングマックスにしか売ってない。なるほど。そう、まあ、これがすごく釣れました。へえ。で、まあ、こればっか使ってて、ね、そう、別にこれにスポーターとか取材でもないんだけど、うん、まあ、例えばサオの案件とかで行った時に、うん、超過を出さなあかんってなった時に、ひたすらこれを使って、うん、まあ、仕事でもプライベートでも青物をめちゃめちゃ釣ったらどうして。へえ、これで。そう、ちょっと見せて。何がいいのこれ。これね、良さの一つ目が 42g っていうところで、うん、結構重たいね。そう、重ためで、大体このロングの鉄板って、まあ、27とか、ちょっと重いので35みたいなのが中心で、うん、まあ、その上が42ってなってくるんだけど、うん、42でええやんっていう話。軽いものを使うメリットっていうのが、うん、42使ってそんなにないなと思って、あ、まあ、結構さ、ちょっと深いところであったり、うんうん、青もするってなったらやっぱ早巻きがベースになってくるので、うんうんうん、やっぱ軽いやつだとやっぱ浮くのが早いなっていうところとかもあって、ね、まあ、飛ぶし、まあ、少々横からの流れにも強くなるし、なるほど。やっぱ42っていうのが重たいっていうことそのものに価値がある。おお、なんか結構薄いよね、フォルムというか。あ、そうで、それが2個目の良さにつながるんだけど、うん、引き抵抗めちゃ軽い。ああ、それいいね。めちゃめちゃ軽い、うんうんうん、正直みんながよく使う 27g ぐらい、うん、27g の鉄板バイクより軽い。マジか、すごいいいじゃん。これ系のルアーってさ、巻き抵抗やばすぎて手首取れるんかって。そうグリグリグリってなるから。そうで、重くて引き抵抗も軽いから、うん、とにかく遠くに投げて、うん、まあ、浅いところから深いところまで、うん、速いスピードで巻き続けられる。なるほど。まあ、汎用の、まあ、XG とかでもいいし、エスカルブルの4000とか5000とかでも、全然いける。ガンガン巻けるから。へぇ、まあ、それがいいね。ちょっとまあ、波動が弱いとかちょっとあるんかもしれんね。そのアクションに関しては軽いので、うんうん。でも、釣り落ち続けられる。そう。ね。アクションを打ってるとは、もう、試合にいかにこう、仕掛けを長く入れるかっていうのがね、正直な感じが増えるから、うんうん、それがやっぱ、よく飛んで釣り続けられるっていうのは素晴らしいなっていうのが。なるほどね。で、3つ目ね、うん、あの2フック、太軸2フック仕様。太いよね、めっちゃフックが。実は青物、うん、そうそう、スペシャルって書いてるだけあって、うん、太軸の2フックが初めからついてんねんけど、うん、3つついてるやつが多いやん、ロングって。そうだね。あの、青物釣るにあたって、うん、針3つある必要性っていうのはかなり俺は薄いなと思ってる。針が多くなったらトラブル原因やし、うん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 、まあ、当たりも多分減ると思う、うん、針なんか増えると、うん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 、かつ魚外すのも面倒くさいとか、うんうんうん、針が1個あたりがちっちゃくなっちゃう、3つつけると、ね、ってなると、そうそう、太い糸で引っ張った時に、うん、伸びる、伸びるよね。うん、まあ、タチウオとかシーバス持っていた話別だけど、うん、青物に限って言えば、もう太軸ツーフックに勝るものは大体なかった。そう、もう激しく同意でございます、ね。これ見てたけどさ、あんまりエビ行ったりしなかった。あ、しないですね。せん、まあ、せんこともないんですけど、うんうん、あの、まあ、少ない部類やと思います、うん。これちなみにプライベートブランドになるわけじゃないですか、釣り具屋の。うん、釣り屋のプライベートブランドといえば、まあ、比較的値段がちょっとお安めになる。うん、あ、1000円、1000円だと。え、マジで？そう。超安いです。まあね、ただ一個ね、ちょっとやっぱその、どっかで見たことあるフォルムしてんなとは若干ちょっと、まあまあ、多くは言わんけど。まあ、このロングの鉄板っていうのはね、
まあ、そうだね。参入してくれるとか、うんうん、釣れるルアーって大体1個っすからね。それに近くなるのしょうがないっすよね、多分ね。あと、色さ、うん、結構綺麗だと思う。リアル系じゃんね、そう、これ。そう、一応、ね、通常カラーとリアルカラーっていうのがあって、うん、これはリアルカラーイワシ。近いところで言ったら、ジグパラのライブカラーとか、ああいうのに適するクオリティのリアルさ。あかんところを言うと、うん、これイワシ結構綺麗なんだけど、うん、サバーとかがちょっといまいち。あかんサバを持ってしちゃったのかわからないけど、今俺、関西在住で、うんうんうん、大阪湾の青も釣ったし、うん、東のパンパスとかも釣ったんで、うん、関西やから釣れるとか、うん、関東やから釣れへんみたいなのがないんで、青も釣れる人はみんな泡いるんですよ。いいね。こんだけ太軸だったら磯とかだよね。無理やり対処するってゲットな感じがしますね。続いて、野木ちゃん、1品目。あ、それだったんですか？俺なんか、入れ物かと思ってた。はい、ドドン。はい。何なんだと思いますか？いや、ベスト。うん。いや、もう、なんなんかなって聞いてた。ベストだったんですか？ちょっとね、ネットで買ったんで、商品名とかがわかんないんですけど。なんか、ごてごて言っとるんですね。そうなんですよ。仕掛けがあるんですか？あ、そういうやつか。なるほどね。電熱の、ベストを買ってみたんですよ。実はちょっと去年から気になってたんですけど、これからの季節はやっぱり防寒がね、皆さん多分興味あると思うんですけど、これね、9万3000円ぐらいだったんですよね。3000円意外と安くない？安い。こうやって、してね、はい、このモバイルバッテリーをくっつけて、ポケットを入れて、で、ボタンを。あ、そこにスイッチあるんですね。そう。お、ついた、ついた。あ、すげえ。あ、光っとる。なんか近未来感ありますね。ほうほうほら。ほんとすげえ。ね、これで、あったかくなるわけですよ。へぇ、今まで僕は防寒の悩みが、ヒートデックみたいになって、ビカなんか着て、フリース着て、ベスト着て、そういうのもこの、ジャンパーなんか着てたんですけど、雪だるまみたいになっちゃって、それをもうちょっとスリムにしたいなと思って、今回これ買ってみたんですよ。で、今スイッチつけて、もうすでに暖かい。さあ、どうなること。あ、ほんまや、ほんまや。ね、ほんとに物をね、5秒ぐらいで速攻で暖かくなる。いいところが、これ、色が今赤じゃないですか。1個押すと白。もう1個押すと青。これ温度の調整が3段階で、青が確か一番低い。ごめんなさい、間違えてたら申し訳ない。白が次に暖かくなって、赤が一番暖かい。みたいなやつなんですけど、暖かくなる時間。は、モバイルバッテリーの容量次第っていうことなんですけど、とりあえず朝まずめとか寒い時間帯だけ耐えるのでもう片方で十分に落ちました。じゃあここのライトが赤かったらノブスさんが寒い。逆に俺自体はちょっと暖かくなった。ああ、赤かったね。で、いろいろベスト、電熱ベストを調べてて見て回ってたんですけど、首にあったかいヒーターが入ってるのって結構珍しかった。みんななんか背中だけ一箇所、ボーンってやったらなるよとか、お腹周りだけみたいなのがあったんだけど、これね、首もあったかくなるし、腰もあったかくなるし、お腹にもあったかくなる。素晴らしい。そう。首あったかいのって体感温度だいぶ。そうそう。あったかいのよ。だから、本当にネックウォーマーみたいなのしなくても十分あったかい。重くないんですか？全然重くない。それでなんかすげえ出せるわけじゃないじゃないですか。まあ、いないし。まあ、あんまり言うとあれですけど、空調服ってまあ結構ね、着てんだろうなって感あるけど、これいいっすね。中着てよ。わかんないし。まあ、ちょっとここでね、温度状況わかっちゃうんですけど。いや、上から着るかよ。なんか着るかよ。なるほど。まだこれから冬本番なんでね、どのくらい、その防寒に使えるかは、っていうのを試してみてなると思うんです。ここで温度状況わかることで頭いっぱいになりますね。もう一個、これね、手洗いできるんですよ。あ、すげえ。そうなんですか。水洗いできる。で、一応なんか洗濯機マークも書いてあったんで。ね、コードくっついてるの大丈夫。まだなってないんだけど。水洗いもできるんで、なんか汚くなってもいいみたいな。結構厳しいですね。そうそうそう。で、一個これ注意点があって、フリースの上からとかこれを着ると、あんま高さ感じない。なんでなんですか、それは。多分フリースの素材が分厚いからだと。ああ、そういうことか。なので、ヒートデックとか中にインナー着て、ロンティーとか着たら、その上に着ると、暖かさがより感じられるんで。はい。というわけでね。はい。野口さん、電熱ベストですかね。電熱ベストですね。真剣。2品目。出たな。これ。出たな。メタル用のプラグ。ジップウェイツのリンチっていう、このジャンルやったら割と有名ですね。で、俺実は使ったことない。え、そうなの？いつもさ、ボルガリップです。ああ、いいよみたいな話してたんや
あれを使っちゃうからさ、毎回写真にしながら、そこで気づいたり、そうそう俺ほんま1個しか使ってないなと思って買ってみました。今年の春ぐらいから使い始めて、いっぱい釣れました、うん、さらに人生初のクシャクメバルを釣れました。すごい、めでたい。しかも、普通に家の前も、うん、みんなが釣りしてるような堤防で、あ、そう、普通にピッてなるから、釣れた。クシャクメバルはね、おらんもんやと思ってた。そうだね、釣った技術がすごい全然な。ないけど、船、うん、からとかのメバリングとか、うん、メバルサービスとかもあるから、うん、20センチ後半のようでめちゃくちゃ高く釣ってると思うけど、シャクメバルってそんなに1匹もまずらん買ったのに、うん、まさか初のシャクメバルが家の前の堤防で家の前釣れるっていうすごいことですよっていう理由だけでもできたからメバルってやっぱ大きくなるのが遅いから、その大きいサイズって割とね、いろんなルアー見てきて育ってきてるよね、堤防とかで受けると。でもなんかあるんでしょうね、魔力的なものね。メバルのプランってさ、うん、あんまこう巻く感じではね、どっちかというと塩に乗せたりして、うん、動くか動かへんかわからんぐらいのスピードでみんな使うやん、うん、だけど釣った時は流れに対して垂直にピッて投げて、そこからバスのプランクみたいにへぇ、あとのグリグリグリって泳いでる状態で釣れて、うん、あ、そうなの。びっくり。逆に動かしたら釣れるんだ。あ、かもしれないね。これリップついてるからさ、ちゃんと水切って泳いでくれる。ああ、そうやね。まあ、差があるんで、使いやすいんちゃうかな。これ同じ？あ、そう。その2個あるっていうことは、うん、そういうことや。釣ったら、うん、もう1個。そう。これちなみに、ナオト君もね、激推ししてたけど、はい、メバル結構やる人は、リッチ好きって人多い。はい。じゃあ、2品目。2品目いきます。こちら。普通に靴脱いでめっちゃ他他やメレルさんですね、うん、カメレオン8ストームこういうカメレオン8ストームっていう靴です。なるほど。見て見てしかも、はい、ボーテックスや。ボーテックスなんですよ。行くときどんな靴で行ってますね。スニーカースタイル。そうだよね、シミちゃんの、うん、そうだよね。すごく滑るの。滑るやつもあります。今、ね、スニークって言ってたんですか。俺すいません。僕ね、膝がすごい悪い。爆弾抱えてますか。爆弾抱えてて、あの、つるって滑ったりすると、それだけですっげえ恐怖で、うんうん、ちゃんとした靴履こうっていうので、いろいろ探してたんですけど、行き着いたのがこれ。もし壊れても、もう一足欲しいなって思ったのが初めて。ぐらいおすすめしたいな。防水性能やっぱ高いんですか、これ。あの、昭和とかでも使ったんだけど、うん、上から水パシャってかかるぐらいだったら全然浸水しない。ズボンって全部水埋まっちゃったらもちろん、うんうん、それ水入るんですけど、水たまりパッチャパチャかあるとか、うん、上から塩かぶるとか、それぐらいだったら全然浸水なし。デザインいいですね、かっこいい。そうなんですよ、うん、普通に利用だけじゃなくて、これもともとね、ハイキングシューズみたいな。あ、そうなんですか。そう、あの、軽い登山をやる用のシューズみたいな感じらしいんですけど、まあもちろんツリーも使えるし、タウンユースでも全然いけますな。で、このね、ソールがビブラムソール。出た、今話題のビブラムソールですね。グリップ力めっちゃ高くて、うん、濡れてるマンホールとか全然滑る。ああ、素晴らしい。ただあの、渓流とか、うん、苔とか、うん、ちょっと湿ってる苔とかは全然余裕で滑るんで、うん、それは気をつけてほしいんですけど、うん、で、まあ1年中これ履き倒して、そこら辺に行くのもこれだし、うん、サーフとか、バイクが必要なところ以外はほぼこれで生活してた、うん、丸1年使っててほとんど汚れとかもつれ、うん、とかもそんななくて頑丈でしっかりした作りだな。お値段は確か1万8000円ぐらい。うわ、結構しますな。まあまあね、でもどこでも使える一足って意味合いで、いや、そう、ね、ちょっと高くても長く使える、うん、丸1年多分ほぼ毎日に入ってても全然壊れないっていうのはまあいいな。あと、しゃがんだりするシーン結構釣り多いじゃないですか、うんうん、ここがね、やらかいんですよ。それ大事っすよね。そう、それがね、すごい良くて、日本人によく多いのが甲が高くて、うん、ちょっと横幅が広いみたいな、うん、僕まさにそうなんですけど、全然痛くならないんです。1日履いてても全く痛くならないぐらい、多分日本人用にこれ作ったんじゃないかなぐらいフィットする。あー、素晴らしいですね、うん、それが7つです、うん。3個目が、ですね、いやらしいやつやな、ステラ持ってくるとは。ステラ SW です。2019年式ステラの2020年の追加モデルの 6000PG を買いました。船も丘も両方やるよっていう感じで買ったんやけれども、やっぱ重たい事業、1つ俺300ぐらいまで出したの。
ってて、そうなった時にハイゲージとしんどいなと思って、そこはちょっと船の都合を優先して、まあ、PG を使ってるんですけど、まあ、お金も全然いいよっていう感じのビールで、これも、うわ、すげえ、めちゃめちゃいいみたいな、その感動がそんなにあるもんでは、もともといいものなんだけど、まあ、当たり前にいいよみたいなわけで、まあ、今回は持ってきました。なるほどね。6000PG のステラいいよね。うん、そうですね。自分が通じするのがやっぱ表現が明石、大阪湾周辺なんで、まあ、お茶からやるにしても船からやるにしても、8000万はいらないわけですよ。ビール、まあ、1.5 から2号ぐらい船も、ってなると、まあ、軽い方が水でシャッフルしたりするし、みたいなところで万全にやると6000万がベイエリアではいい。なるほどね。なんでツインパーじゃないねんみたいな、そのステラを買う海どこにあるみたいなところに行くと楽園釣りが一番多分、まあ、この6000万っていう企画はソルティガがないからちょっと分からないんですけども、多分一番楽に釣りができるというか、一番負ける理由がステラかなっていうのは、その下のリールを使うと分かるね。300g の重尺って、ツインパーが300g の重尺ってなって感じやとすると、ステラやとまあ270ぐらいに感じるかな。まあ、小型がゆえにやっぱその巻きの力だったりとか、フィールの頑丈さっていうのは結構あったね。そうそうそう。で、やっぱステラの本物の価値って、やっぱ GT とかヒラマサのでかいの使うのは分からへんみたいな賞もあると思うんだけど、サイズをちっちゃくすると、当然世界もちっちゃくなるわけで、意外とまあ重たい重尺ってとか、ちょっと、あと、まあ、ブリとか作るのでも、やっぱ使い比べると分かる、ツインパワーを使ってたらツインパワーいいぐらいになってなるけど、両者と比べるとやっぱしっかり差があるなっていうのが分かるんで、格好だけのために金払うかなみたいな人は使ってみるそうじゃないっていうのがあるから、まあ、金出す価値はあるかな。ハイエンド買うのにやっぱちょっとメンテナンスができなあかんのちゃうとか、釣り上手くないとハイエンド使ったらあかんのちゃうかみたいなさ、ちょっと心配事をしてちょっと買うのを今遊んでる人はいると思うんやけど、そんなもん全然いらないから、そのメンテナンスとか釣りの腕とか、メンテナンスしたくないから買うぐらいの勢い、上手やからね、理由が上手くないと使ったらあかんの、そんなあれないし、全部使えたら980の理由使えたら一緒やから。そうだね。というわけで、2021年買ってよかったものを、個人的に一番すげえな、これ。あ、電熱ベストも。野口さん代表電熱ベスト、市民権代表これかな。というわけで、2021年買ってよかったもの、釣り発見編集編というところでございました。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。